おはようございます。2011年8月5日金曜日6時5分になりました。週末金曜日ですね。まあ明日明後日とお休みという方多いかと思いますが、8月入って最初の土日で、まあ夏休みがね、いよいよ本格的に、本格的にというかもう入ってますけれども、でもって多分まあその次の来週の週末はお盆で帰省する人とかいっぱい出てくると思うんで、まあ海へ行くんだとこの週末ぐらいがかなり、多いんじゃないかなと。でそれ以降になるとまた海の方も荒れてきたり、またクラゲがすごく増えてくるということになるんで、海に行く方も多いんじゃないかなと思いますが、さて、今日もまたニュース、IT メディアニュースからピックアップしたいと思います。今日はこれですね。金融機関のネットバンクで不正引き出し相次ぐということで、なんかね、原因等まだ分かってないんですけれども、どうもいろんな金融機関から、不正にですね、預金が引き落とされたり別の口座に移動させしていたりとかいろいろあるそうで、今警視庁が調査をしている段階なので詳しいことがまだわからないんですけれども、まあNTT データのね仕組みでどうのこうのって書かれてるんですけど、まあそれはですね、アンサーっていうシステムがあって、もう全てのって言っていいぐらい金融機関が利用している、問い合わせのシステムなんで、まあこれはね、もうNTT データがどうのこうのとかではなくて、それを使ってるところしかないと言っていいぐらいなんで、だからまあ結果的に NTT データとか言われてるんですけども、まあそれはね、あんまりそこが問題かどうか私はちょっと分からないなと思ってるんですけども、それよりもまたどうもですね、わかんないんですけども、その不正に、パスワードを入手してる手法でやってるとかいう話もあってですね、まあ詳細が発表されてないのであんまりうかつなことは言えないですけども、ただどっちにしてもですね、こういうことが起きると、これに乗じてまたそのわけのわからないスパムがいっぱい飛び交うんで、そこに注意しないといけないなというのは気にしています。というのはその各銀行からもいろいろ言ってますけど、絶対そのパスワードとかを銀行が直接聞くなんていうことはないっていうふうに言ってるように、パスワードを教えてくださいっていうのはまずありえない話なので、まずどころか絶対ない話なんで、だからその銀行からですね、メールが来たりとかですね、あるいは電話の問い合わせが来て、まあ、いろんな理由を並べ立ててですね、まあ、口座番号とその、パスワードをちょっと確認のために、教えてくださいとか、あるいは巧妙にですね、聞いてくることがあるので、そういうものにこう載せられないようにと、メールがそんな来たりとかですね、あとその怪しげなファイルをインストールしないようにと、で銀行のふりをしてですね、添付ファイルを送ってきて、システムの修正ファイルとか言って、そのこれをインストールしないと今回のトラブルをクリアするようになりませんのでみたいなことを言って、でインストールさせてそこからパスワードを盗むとかですね、いろんなことをやってきます。なのでこういう時は、特にこういうことが起きた時は、そういうなんか怪しげなアプリケーションとかもいっぱいこう広がる可能性があるので、ぜひですね気をつけていただきたいなと思います。で急にここに来てこれが増えてるっていうのがちょっとね気になるところで、まあそこは警察等の調査の結果が出てくるまでちょっとわからないんですけども、システムの不具合というような感じではないような気はするんですけどね、まあ、そうであれば今までも起きていたような気もするんですが、まあ、なんとも言えないところですけども、とりあえずとにかくですね、その、こういう時に必ずそういうその銀行からのメールのようなふりをして流れたり、あるいは風評でですね、というか
デマメールみたいなのがいっぱい流れたり、チェーンメールが流れたりとかですね、することがあるので、ぜひそういうことに乗っからないように、なんかおかしいなと思ったらまずはですね、銀行に問い合わせると。でしかもその届いた怪しげなメールに書いてある電話番号とかではなくて、ちゃんとですね、銀行のホームページを検索するとか、あるいは自分の支店とか通帳にね書いてあるその自分の口座のある支店とか、そこにですね電話をしてですね確認するとか、できるだけオリジナルというか元のですね銀行に何かおかしいなと思ったらそこに問い合わせをするということをやった方がいいと思います。ぜひ気をつけてください。特に夏休み入ると、これからお盆に、ね、なると、そういうそのお金を引き出したりとか、いろいろあると思うので、そういう時にこうね、騙されてしまうとかいうことがあるとちょっと大変なことになりますので。さて、そんなことで11分になりました。ちょっとねこの夏休み入ってお盆前に、ね、こういうことが起きるとですね、なかなか大変なので皆さん気をつけましょう。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。